がつらいです。心がいかんでも、これってね、これってね、4番ファースト中田、ファースト中田、背番号6。ファースト中田翔、背番号6。キャッチャー木下拓也、背番号35。ドラゴンズの選手として名古屋のデビュー戦でしたけど、はい、打席終わってみていかがですか？そうですね、まあ、本当にスタンドでね、自分のタオルだったりユニフォームをね、持ってくれてるファンの皆さんがいたので、まあ、結果どうこうっていうよりも僕はまあ個人的にそこはすごく嬉しかったですし、まあ、僕の場合ね、こうやって応援してもらえるっていうことが当たり前のことではないと思うので、うん、まあ、改めてね、本当にファンの皆さんの、ね、力っていうのはね、大きいんだなっていうのを、うん、こうやってホームで、初戦やって、すごく改めて感じました。はい、結構グラウンドレベルでも大きな声援聞こえてたんですけど、はい、翔さんのところには届いて？いや、もちろんファンの皆さんの、ね、声援というのは届いてますし、はい、まあ、ありがたいなと思いながら聞いてましたけど、はい、登場曲は今日2つとも同じ曲だったと思うんですけど、はい、ファンの方々合唱結構してるのもちょっと聞こえてきたんですけど、聞こえてきてました？それね、ぶっちゃけ聞こえてないんですよね、あんまり。ちょっと僕も多少ちょっと緊張してたんで。あ、なるほど。でもさっき聞いたのが1打席目はなんか尺の問題 でなんかなかったんですよね、はい、ちょうどちょっと早めに打席入りが早くて途中で切れちゃって、2打席目はちょうどショータイムの前のところで切れて合唱が聞こえてきたというような。いや、次はしっかり聞いておきます。はい、これやっぱ歌ってもらった方がいいですかね、翔さん的には？そうですね、まあ、うん、ずっとそういう風に、ショータイムのところは今まではファンの皆さんにそうやって、なんて言うんだろう、言っていただいてたんで、まあ、そのイメージは強いですけど、はい。じゃあドラゴンズファンの方々もオープン戦で慣れていくという感じですね。そうですね、まあ、歌を流す人もね。そうですね。これから慣れてくると思いますけど、はい、まあ、そういう皆さんでね、合唱というんですか、まあ、してもらえれば僕はすごく嬉しいですし、うん、やっぱりちょっとこう盛り上がった気持ちで打席に立てるので、うん、そういう風になれば、まあ、ありがたいですけどね。
あとあのドラゴンズの新しい応援歌も名古屋で初めて聞けたと思うんですけど、はいはいはい、応援団の方がね、いろいろ考えた上でああいう歌詞、ああいうリズムというかそういうものを作ってくれてると思うので、まあ、僕は3球団目どこの球団のその応援歌も、全部気に入ってましたし、すごくかっこいいしいいなと思います。あの翔さんもお気に入りということでいいでしょうか、はい、ドラゴンズの応援歌もかっこいいと思います。あ、はい、絶対応援団の方々喜ぶと思います。はい今日あの名古屋デビューでしたけど、ファンの皆さんに最後にメッセージいただけますか。そうですね、まあ、その本当にファンの皆さんの声援というのは、僕たち選手にとって大きな力になるというか、そういうものを今日はやっぱ改めて感じましたし、まあ、先ほども言ったように本当に僕の場合ね、応援してもらえることが当たり前ではないので、やっぱ常にそこに関しては感謝の気持ちを忘れずにね、本当ありがたいなというふうに思いながら、その声援には応えているつもりなんですけど、これからもね、やっぱファンの皆さんの期待で少しでも応えれるようにね、全力を尽くしてまずは1年間戦い抜きたいなと思いますけど、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。3番、ディフェンディングバッター、中瀬お疲れ様です。ドラゴンズの選手としては、はい、名古屋デビュー戦でしたけど、はい、1打席どうでしたか。いや、オープン戦でこんなたくさん の, ファンの人が見に来てくれてるんやなと思いながら、で初めてドラゴンズに来て初めての、バンテリンドームの打席でちょっとなんかこうスタンド見てすごいいいなと思いながら打席入ってました。本当ですか、はい、結構声援とかも届いてましたか。はい、その中でしっかりヒット、代打でヒットというところでしたけど、はい、そのあたりはいかがですか。H ついたことにはね、嬉しいなと思います。でまた今日はいろんな役割があると思うんで、後ろにつなげてよかったなと思います。中井さん、ドラゴンズの新応援歌ってできたのをご存知だったり。まだ分かってないです。あ、本当ですか、はい、今日打席中は聞こえない、ちょっともう構えたらあんまり聞こえんくなるんで、はい、そうなんですね、はい、シーズン中とかもあんまり応援歌はこう耳に入らず集中しているようなタイプの選手になるんですか。まあ聞こえる時もあるかな。でもなんかこうちょっと集中してしすぎてたら多分聞こえないかもしれない。わかりました。はい、打席に入ってしまったらちょっともう入ってしまう可能性があります。冒頭でもありましたけど、すごいお客さんという名古屋のファンの声援っていうのを改めて聞いてみてどうでしたか。すごい熱心に応援してくれてるなとそう感じました。また今日球場と中継とかで応援してくださったファンの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、これから、つなぐ役割や返す役割、
その時に応じて一生懸命やりたいなと思います。また応援しに来てください。やっぱ中地さんのキャリアでもやっぱ今日のヒットはちょっとホッとする部分だったりとかあるもんなんですか？ちょっと表情もすごい、まあ、いつでも嬉しいヒットが出たらいつでも嬉しい。あ、そうなんですね、はい、シーズンでも積み重ねていっていただくという感じですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1打席目には、うん、あの西川選手のところになんかちょっと考えたりとか、まあ、ずっとね、チームの中で苦しい時期もね、優勝も日本一もね、一緒に味わったチームメイトですから、まあ、彼に対してはすごくちょっと違った感情もありますし、まあ、昨日もね、食事したりとかしてたんですけど、まあ、すごく元気な姿を見れて、まあ、彼も僕と一緒でね、本当にどん底というか、あの苦しい思いをした中で、あのどん底を味わってる、選手だと思うので、まあ、今日こうやって、元気な姿をフィールドで見れてすごく良かったなって個人的には思ってます。はい、まあ、敵としてというところですけど、切磋琢磨していってるところですね、はい、そうですね、まあ、これから敵なんでね、敵ですし、まあ、セ・リーグ同士なので対戦も増えると思いますけど、しっかりとね、お互いチームの中で任された仕事をできるように、ね、頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、僕もね、春樹もね、まだまだもっともっとアピールしなければいけないですし、2人ともアピールした上で、フィールドに立ってまたグラウンドでね再開したいなと思いますし、本当に、まあ、春樹もそうだと思いますけど、僕 もう後がないんでね、しっかりとそういう気持ちっていうものは肝に銘じてね、開幕またグラウンドで会いたいなと思いますけど、